RD-214 は AK-27i の混合物と TM-185 ガス発生器サイクルで燃焼する液体ロケットエンジンである。V2 ロケットのエンジンに影響された多くのエンジンと同様に加酸化水素を触媒で分解して生じる蒸気で1台のタービンを駆動する。同様に燃焼室と水力変更はノズルの排気を 変流翼によって変更する。第二次世界大戦後、ソビエトの技術者たちは、ドイツのロケット技術を吸収して発展させて、開発することを試みた。貯蔵可能な推進剤と高水力への要求に、応じるためにグジュシコのオークブマイナス456は、それぞれ V2 号のエンジンのロシア版である、RD-100 の2倍の水力の4機の、 燃焼室を備える RD-211 を開発した。4機の燃焼室はドイツ人に触発された過酸化水素を触媒で分解して生成された水蒸気で駆動される1台のターボポンプで推進剤が供給された。ブラン巡航ミサイル計画の要求に応じるために派生型の RD-212 が開発された。RD-211 と RD-212 は搭載予定期には水力が足りなかったので、ブラン用の RD-213 計画は破棄された。ヤンゲリの大久保 -586 がソビエトで最初の常温で貯蔵可能な推進剤の弾道ミサイルを開発した当時 RD-211 の水力は不足していた。そのため計画は破棄され、より強力な RD-214 が開発された。セルゲイ・コロロフが、毒性のある推進剤の使用を好まなかったので彼は、弾道ミサイル開発競争から離脱して、RD-211 の基本的な設計は、歴史上最も多く飛行した、RD-107、RD-108 エンジンの原型になった。初期の R-12 は、発射台から打ち上げられるミサイルだった。 運用には多くの工程が必要だった。そのためサイロから発射される R-12U が開発された。この開発で RD-214U が開発された。ヤンゲリが R-12U をコスモス -263S1 の基本に使用した当時 RD-214F は地上試験段階だったが、 R-12U を一段目に使用した。そのため、すべて 63S1M と 11K63 になった。このエンジンには多くの派生型がある。ありがとうございます。